こんにちは、クトスンです。今日はですね、こちらのレジ袋型のエコバッグを編んでいこうと思います。このような感じ、ここにマッチがありまして、でここはね、ここで止まってます。この感じですね。こんな感じで、中はこんな感じですね。結構ね、広めの、小さいんですけど結構貼ります。今日使う針はこの3種類です。5号と6号と7号、とじ針とハサミとマーカーを使います。今日はこちらの糸を使って編んでいこうと思います。とダイソーのレースヤン、と太い糸のですね、ディープグリーンとジャンコードがこちら、あとこちらのラメのシナモンゴールドと、ジャンコードはこちら、ブルーグリーン、これも太いタイプのレースヤンですね。はい、ジャンコードはこちら。この3つをそれぞれ2本取りにして、編んでいこうと思います。このレジ袋型のバッグを作っていこうと思います。この大きさに作っていこうと思います。それでサイズが、まずとりあえず作り目のところ今から作るんですけど、側面が17センチの、このマチの部分、ここですね、ここが 4.5 センチなので2枚必要なので、9センチですね、全部で。マチが9センチ、側面が17センチ、と、マチもう一つですね、9センチでもう一つ17センチ。作っていくんですけど、縮むので、今までの経験上、かなりね、縮んでいくので、ちょっとね、大きめに、17センチより2センチぐらい大きく、こっちもね、2センチぐらい大きく作っていこうと思います。本体はかぎ針5号と3ミリのもので編んでいくんですけど、作り目はね、7号4ミリで編んでいこうと思います。だいたいここで長さを決めながら編んでいこうと思います。作り目はね、鎖編みです。まず、17センチになるまで、17センチよりちょっと超えた19センチぐらいですね、ここもくらいまで鎖編みをしていきます。はい、これでね、32目編めました。でちょっと測ってみます。だいたい19センチぐらいですね、こうやると。なので、これ32目。ですね、4の倍数だったら、どの大きさでも大丈夫です。模様編みをしていくんですけど、これからそれに差し障りがないので、4の倍数で、大きさを調整してください。私の今のね、このサイズからいくと、私の手のこのゲージからいくと、今32目ですね。32目。ここが32目。で、次は、側面というか、側面じゃなくて、マチですね。マチの部分を、9センチなので2センチ大きめにして11センチになるまで編んでいきます。今これね、20目編んだんですが、4の倍数とだいたい11センチ、2センチ長いですね。私の場合はここが20目ですね。ここが20目、20目です。そしたらここに
マーカーを入れます。そしたらまた32目編んでマーカー入れて、20目編んでまたマーカー入れます。32目編んだのでマーカー入れます。そしてまた次は20目待ちの部分編んでいきます。はい、これで20目編めました。これで、一通り作り目が終わったんですけど、これをね輪にします。輪にするんですけど、ちょっと私これね苦手なんですけど、ねじれないようにちょっとあのねちょっとこれ苦手なのでマステでこうやってペタッと貼ってそれでちょっとやっていこうと思います。こっちが表で、はい、たらこうですね、こうやって、すっごい苦手なんですよね私。そしたらこれ今7号ですけど、これを1号下げます。そして入れて、今回はね上半目を取ります。そして引き抜きます。はい、でこれでね多分ねちゃんとつながったと思うんですけど、もう一回ここで確認してください。ここでね間違ってると全部やり直しになるので、はい、 OK でした。はい、そしたらですね、ここから模様編みの1段目に入ります。立ち上がって、で今引き抜いたところに針を入れて、向こう側から引き出して針を、そして細編みを編みますですね。これでそしたら次の目にも細編みを編みます。次も細編み、ずっと細編みです。とここのここ今入ってるんですけど、ここの目までですね、ちょっと緑が深い緑だからちょっと見えにくいかな。ここの目まで細編みをしていきます。で一周していきますね。はい、はい、一周編んできました。そしたらですね、ここの細編みの頭に針を入れます。そして引き抜いて3つ鎖を編みます。そしたらこのように針に糸をかけて、今ここ引き抜いたところですね、その次の目に長編みを編みます。で次の目にも長編みを編みます。はい、そしてここから 1,2,3,3つ長編み鎖編みと編んできましたので、ただ次はですね、次ここなんですけど、ここは飛ばして1つ鎖を編んで、ここを飛ばして次のこの目に長編みを編みます。はい、そして次の目に長編み、で次の目にも長編み、そして
鎖編みを1つ編んで、で今ここ編んだんですけど、次ここを飛ばして、次ここに長編みを編みます。はい、このように3つ長編みを編んだら、1つ鎖編みを編んで、1つ下の目を飛ばして、また3つ鎖編み、これをねずっと繰り返していきます。これはねスパイク編みとかっていうらしいんですけど、今編んでるのが海外のね YouTuber さんの動画を参考にして、今それで勉強して、今このステッチですね、スパイクステッチっていうのかな、今これやってるんですけど、それを参考に今編んでるんですけど、その参考元の動画をね概要欄に貼っとくので見てみてください。私のこの編み目よりずっと綺麗で、色使いとかもすごく綺麗なんですよ。ちょっとな何どこの国の人なのかちょっとわからないんですけど、英語じゃないんですけど、でもねすごいわかりやすくて、目も綺麗だし編み目も揃ってるし、でそちら そちらも参考にしてみてください。では一周編んでいきます。一回鎖編みを編んで、ここの目を飛ばして、で123123、3個目の鎖目に引き抜きます。はい、でこれでね2段目、模様編み2段目が終わりました。すっごくこの糸にちょっと初めて使ったんですけど、ダイソーさんの、レース糸ちょっと初めて使ってみたんですけど、編みやすいですね。すごいな、なんだろう、こう光沢もあって、なんか張りもあって、へえー、こんなすごいんだと思って、すごいですね。で3つここから立ち上げます。そしたらまたね同じようにこの長編みの上に長編みですね。そしてここ鎖目で1つ飛ばしたところはまた鎖目で編んで、でまた次の長編み、続けてね同じように長編みの上は長編み、鎖目のところは鎖目と、繰り返しながらまた一周編んでいきます。はい、では一周編んできました。最後はね鎖目一目で終わります。そしたら次はこのシナモンゴールドを用意します。こっちも2本取りですね、2本のように。そしたらこれをこの 1,2,3 番目の鎖目に入れます。この糸端は、糸端というか今編んできた糸置いときますね。そしたらこう取ってこのまま引き抜きます。はい、そして 1,2,3 個立ち上がります。そして
もう一個鎖目を編みます。そしてね、次ほんとここの目をに入れるんですけど、ここは飛ばします。ここを飛ばして針をニートをかけて、ここですね、ここにこの長編みに長編みを編みます。だからここ1個飛ばされてます。そうしたらまたこのように針に糸をかけて、ここを鎖目で飛ばしたところですね。で、こっちにも飛ばしたところがありますけど、この前段ここにそのまま針を入れて、向こう側から針をこっち側に大きく引き出して、このように長編みを編みます。はい。これがね、スパイクステッチのスパイクたるゆえんだと思われます。そしたら次は、ここの長編みの頭に針を入れて、長編みを編みます。はい。これで、これを、繰り返します。そして、もう一回鎖編み。で、ここは飛ばします。で、次の目に、針を入れて、長編み。針に糸をかけて、下の段の、スペースに針を大きく入れて、大きな長編みを編みます。はい、もう一度針に糸をかけて、次の目に長編みを編みます。はい、これをね、繰り返します。ここの、力加減、長いね、スパイク部分を、力加減をね、気をつければ、簡単だと思います。このステッチ、すごく素敵なステッチがこんなに簡単に編めるなんて。次ですね。で、一周このまま繰り返しながら、と繰り返しながら編んでいきます。はい。これで最後の目になります。最後ね、スパイクを作って終わり。はい。そしたら、また、鎖3つ目のところに針を入れて、引き抜いて、で、立ち上がります。鎖3つで立ち上がります。で、そしたら、もう一度、もう一回、鎖編みをして、そして、このように、長編みの頭に長編みをまた編みつけていきます。そして鎖編みのところは鎖編み、長編みのところは長編みですね。はい。で、このように繰り返しながらまたね、一周していきます。はい。これで模様編み5段目が終わりました。そしたら、ここ1、2、3、ここからこの、なんだっけこれ、ブルーグリーンの糸に、変えます。これも2つですね。2本引き揃えます。そしたら、これね、これもかけます。本当はね、ここが変わるときに、ここでかけなきゃいけなかったんですけど、ちょっと忘れてて、うっかり忘れてて、ちょっと置き去りにされてました。これ、後でここちょっとかかるといいです。
そしてこれを置いて、そしたらこれ、このブルーグリーンをこのように入れて、そのままこうやって引き抜きます。そしたら立ち上がります。1、2、3。そしたら、このまま針に糸をかけて、ここが鎖目で、ここね、スペースが空いてると思うんですけど、またここにこうやってスパイクを作ります。で、次のここですね。ここに長編みを編みます。こんな感じですね。そして鎖を編んで、ここを飛ばして、ここを飛ばして、ここですね。そしてまたスパイクを作って、そして隣に長編みを編みます。よいしょ。こんな感じですね。そしたらまた鎖目でここを飛ばして、長編み、スパイク、長編みと繰り返しながらまた一周編んでいきます。ですね、これで全部で15段編んできました。で、ちょっとね、サイズを測ってみたら、ここと合わせてみたら、このレジ袋、まあ大体ね、同じぐらいの高さになったんですよ。で、糸玉がね、まだね、各糸玉がこれぐらいずつね、残ってるんですよね。だからね、本当はね、全部使い切りたかったんですけど、そしたらね、また長くなっちゃうから、このぐらいまで来ちゃって、ちょっと迷いどこなんですけど、まあそうですね、あとで残った糸玉でコースターでも作ろうかなと思います。じゃあここでね、入れ口の方に入ります。で、入り口はこのね、ブルーグリーンでそのまま編んでいこうと思います。とってもこのブルーグリーンで編んでいこうと思います。で、今までこれね、段が変わるごとにこうやって引き上げてきたんですけど、もう今回はここで終わりなので、このまま糸始末ができる分だけ残して切ってしまいます。そしたらこのブルーグリーンで編んでいきます。ここね、1、2、3番目に引き抜きます。そしたらそのまま1、2、3回鎖目で立ち上がって、それで針に糸をかけて、ここスパイク作ります。同じね、色でスパイク作っていきますね。そしたら次に
長編みを編んで、そしてね、ここで今までずっとこうやって鎖目一つ編んで、ここ飛ばしてきたと思うんですけど、飛ばさないで鎖目も編まないで、そのまま針に糸をかけて長編みを編んでしまいます。で、次も長編み、で、次がスパイク。で、次も長編み。長編み。長編み。で、スパイク。と、このようにね、繰り返しながら一周編んでいきます。はい、これで最後終わりました。そしたら、さあ、3つ目に引き抜きます。ですね、そしたらこれで26段目が編めたので、ここから持ち手をつけて、で、マチの部分を縫っていきます。ここもう一度、留め鎖で編んで、で、切って糸始末します。はい、では、ちょっとね、マーカー入れ忘れたとこあるので入れます。ここのね、ちょうど作り目の最初と最後を輪にしたと思うんですけど、そこの1個手前、ちょうど輪にしたところの1個手前に赤入れときます。で、このマーカーの次の目からここのマーカーが入ったところまでが32目です。そして、ここのマーカーが入っているところから、マーカーの入っている、次のマーカーの入っているところの手前の目までが20目です。こっちもね、同じですね。そしたら、このマーカーが入ってる目から1、2、3、4、5、6、7、8、9、10の10目目のところにマーカーを入れときます。そして、次、ここですね。次のところにもマーカーを入れます。そして、このマーカーからここの1個手前まで、1、2、3、4、5、6、7、8。ここまでが10目です。ね。そしたらですね、これをこうやってね、閉じます。こうです。だから、ここが10目、10目、10目、10目となるように、ここでこのように、今、マーカーで、印をつけてしまいます。この、マーカーが入ってる目の手前、1個手前と、マーカーが入ってるところと、ここのマーカーが入ってるところの1個手前と、マーカーが入ってるところにこうやってつけます。そしたらね、取っちゃいます。ありすぎても大変なんで。そしたら、次は、ここから1、2、3、4、5、6、7、8、9、10目目のところにマーカーを入れます。で、こっちもこのマーカーが入ってる、ここから1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。ここにマーカーを入れます。はい。そしたら、このマーカー同士を、マーカーでつなげます。これと、これと、これですね。
これ取っちゃって、はい、そしたらこうやってこことこことここをみたいな感じで付き合わせて、でをかがって巻きかがりをしながらここをね閉じていきます。はい、ね、今ここをかがったところを動画に撮ったんですけど、ちょっとうまく撮れてなかったみたいで、ね、じゃあこっち側でその縫い方を詳しくします。まあ、さっきマーカーつけたところ10目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 ここですね、10目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 ってこうやってかがっていけばいいだけなので、別にそんなに難しいことではないと思うんですけど、そのままじゃあね、このままここをかがりつつ向こう側に行こうと思います。はい、こっちでねマーカーつけた時みたいにこっちにもマーカーをつけて縫いやすくしときました。でね、このマーカーの手前まで来たので、ここからねちょっと詳しく、こっち側ね、もう閉じちゃった後動画がうまく撮れてなかったので、こっち側で説明していきます。とこのマーカーの入ってるところにこのように針をねこう入れていきます。で針を入れたら取りますね。マーカーは取ります。はい、そしてグッとね、そしたらここから一つずつ目を確認しながら、このね中のね、この中に畳んであるこのところも、畳んである目も忘れずに取ってってください。こうですね、はい、こんな感じで、こことここと中のも忘れずに取ってですね。で、一目ずつ巻きかがりをしていきます。これもね、どんなかがり方、どんな縫い付け方でもいいと思います。自分でね縫いやすいように、ただこのまち作りたいだけなんで、特にこの縫い方がいいとかはないです。私が縫いやすいように縫ってるだけなんで、細編みでねここ閉じちゃってもいいし、うん、波縫いとかね、そういうので縫い合わせてもいいしって感じですね。ただ中をね忘れないように、この中を取るの忘れちゃってね、一回縫ったんですけどもありとあらゆるね失敗をねしながら一回で必ずうまくいくことってないんですよね。なんでこんなに、ね、間違いを犯すのか。こうやって一目ずつ、そしたら最後ですね、こことこうで、そしたらこことここを、ここで最後なので、ここもう一回巻きます。はい、はい、これでこっち側は完成です。よいしょ。はい、じゃあ縫い合わさったのでこんな感じですね。はい、こんな感じ。こっちも。あとはね、この糸端をこうやって。中に入れて、中に入れて、で中の方で閉じていきます。はい、ですね、では
マーカーをね、今つけたんですけど、このつけたのは、このピンクのところから、このピンクのところまでが、これが52目です。52目。で、あれ、取れちゃった。違う、こっちだ。ここですね。そして、このね、緑のマーカーから、うちの緑のマーカーまでも52目です。はい。そして、ここの黄色いマーカーを入れたところが、この取っ手の部分なんですけど、今から編んでいくところですね。の18目。ここからここまでが18目。で、このね、2目は編まないで、ここからここまで取っ手を編んでいきます。はい。したら、これは、まあ、何色でもいいんですけど、とりあえずこのブルーグリーンで、このブルーグリーンでね、編んでいきます。多分足りなくなると思うんだよな。まあでも、もう一個買ってあるので大丈夫です。また引き揃えて編んでいきます。1号下げて6号で編んでいきます。ここからこれ外します。そしてまずは1つ立ち上がって、で細編みします。はい。そして鎖を編んで1個飛ばして細編みを編みます。でまた1つ鎖を編んで1つ飛ばして細編みを編みます。鎖で1つ飛ばして細編み、この繰り返しで次のマーカーまで18目編んでいきます。はい。マーカーの1個手前まで編んできました。そしたらマーカーのところはこう針を入れて引き抜きます。で立ち上がって、で編み地をひっくり返して裏返して、そしたら今ね編んだここの足元に細編みをね、編みます。はい。そして、鎖を一つ編んで、次のね、この細編みを飛び越えて、ここに鎖編みがあるんですけど、鎖編みの中にこう針を入れて、このように針を入れて、で、そのまま細編みを編みます。鎖編みを編んで、飛び越えて、鎖編みの中に細編み、で鎖編みを編んで細編みを飛び越えて次の鎖編みですね。このように続けていきます。はい。そしたらここ最初に、持ち手最初の段の細編みですけど、ここの細編みの頭に針を入れて、このように糸を引き出し、引き抜きます。そして一つ立ち上がったら、また裏返します。で、そしたら、足元に細編みを編みます。ですね。で、細編みを編んで、細編みを、細編みじゃなくて、鎖編みを編んで細編みを飛ばして次の鎖編みに細編み、鎖編みを編んで飛ばして鎖編みに細編み、鎖編みで飛ばして細編みを続けていきます。そしてね、これと同じね大きさにしたいので、ここ11センチ測ったらあったので、ここが11センチになるまで
これ続けていきます。ですね、今ここまでね編んできたんですけど、もうちょっとなんですけど、ちょっと糸がねなくなっちゃったので、で残りのねこのブルーグリーンが1個しかないので、これをね2本取りにしたいんですけど、1本で。でこれ中から取れないですよね、これ。中がね硬い芯なので。なので、ちょっとめんどくさいですけど、これ綿棒を使って 本当はね、ラップの芯とか、あとキッチンペーパーの芯とかを使ってやるといいんですけど、今ねどれも家になくてしょうがないんで、キッチンからね綿棒を持ってきました。 こうやってペタって貼って、それでこうやって巻いていくんですよ。巻いてね、こうやって、でこうやってね、これを巻きながら、こうやってねくるくる綿棒を回すと、なんか糸巻き機の簡易版 ちょっとうちに糸巻き機がないんで これでねちょっと代用して、こうやってね巻いていきます。で、ひたすらこうやって巻いていきます。まあね、こうやって何回か巻いて、そしてくるっと回転させて、このここみたいな感じで、まあ、適当にこんな感じで ちょっとね、だから本当はね、何でもいいんですけど、綿棒じゃなくても。本当、トイレットペーパーの芯とかでもいいんですけど。今ね、探しに行ったんですけど、一つもなかったんですよね。だから 綿棒でやってますけど、ここ重たいんでやりづらいですね。で、こうやって、最後までね、こうやって巻いていきます。はい、巻けました。ここギュッギュッとやると、ちょっとね、玉っぽくなるんで。そしたらね、外します。外して、このままね、こっち抜きます。ギュッと。そしたら、はい。ね、玉になったですよね。それで、こっちと、こっちを、こう、取って、で、編んでいきます。こうですね。で、これでできるので。ここまで来て、ここで変えようかな。ここで変えましょうかね。ここで書いちゃいます。それではね、もうちょっとね、11センチになるまで編んでいきます。これで26段編んできたんですけど、ちょっと長かった。11.5ぐらいありますね。あるので、じゃあここでね、11.5センチぐらいありますけど、まあ、ここで終わりにします。で、ここが26段ですね。あれ？こっちも26段だ。こっちも26段。偶然です。で、そしたら、ここは糸始末をして、糸始末をして、で次はね、こっち編んでいきます。で、こっちもね同じです。こっちとね同じように編んで、でこっちも、あとマーカーもこう、ここからここまでが52目。そして、この次の目から、18目ですね。で、ここに持ち手。こっちも
ここの次の目から18目のところから26段編んでいきます。じゃあこっちも編んでいきます。そしたら4つ、全部で4つと持ち手がね、持ち手部分ができるの でそこまで編んでいきます。はい、ですね、ちょっと糸がね足りなくなりましたで、このもうこのね、青、ブルーグリーンはもう手持ちにないんで、どうしようかなって、買いに行こうか、それともね、これ余ってるんでね、こうやってこれ余ってるんで、これでちょっとねここにワンポイントつけたら可愛いかなってちょっとね思って、それでそうですね、じゃあそのようにしようと思います。ちょっとねまずったそしたらここから糸を変えて、ちょっとねボーダーにしていこうかなって思います。ボーダーっていうかちょっと色を切り替えてどうかな、うまくいくかな、ちょっと心配。ここからね、前手前に出しますね、これは。ここから一個立ち上がって、ただここでね色替えが起きたんで、ちょっとキュッキュッと引き締めて、それでまたね同じように、今までと同じようにこれは編んでいきます。こうやってね編んでいくんですけど、いや、なくなると思わなかった絶対足りると思ったのに足りなかった。まあ、こういう時ね、自分でね作ってるからどうにでもなりますよね。ちょっとやってみよう。もしかしたら変だったらほどきますけど、青が足りなかったんで、ちょっとここまで緑で7段緑で、あと7段、こっからここまで7段になるんですけど、この、なんだっけこれ、シナモンゴールドとディープグリーンをこう、2段、2段、2段、で、最後ディープグリーンで割るって感じで、ちょっとね、ごまかしたんですけど、どうですかね、糸足りなかったからでしょう、みたいに見えますかね、ちょっと見えるかもしれない。一応ね、わざとこういうデザインですみたいな見せるためにちょっとこうやってやったんですけど、どうかな、なんかちょっと、まあ、もういいですかね。まあ、こっちを見ればね、いいですね。まあ、ちょっとね、ワンポイントが、ワンポイントで、みたいな、つけた感じにしようかなって思うんですけど、どうしようかな、全部、まあ、買いに行ってもいいんですけどね、これ。青い方が可愛いかな。まあいいか。ちょっと買いに行きたくないんですよね。もう、ブルーね、せっかくこれで全部終わったから。なんかちょっとくどいかな。まあでも、こっち側をメインに使って、たまにこっちみたいにすれば。まあいいですか。いいですね。はい。じゃあこれ切りますね。もう急ぎよくこれで決めます。はい、これは、まあ、さっきも言いましたけど、まあ、ここまでは、ここまで12段なんですね。ここまで12段。この、本来の色、ブルーグリーンで、ここまでが12段できて、それで、ここが7段。このブルーグリーンに変え、ブルーグリーンじゃない、ディープグリーンに変えて、12段。12段?あ、違う、7段。7段で、それでこの、
シナモンゴールドが2段の、また2段緑に戻って、シナモンゴールド2段で、ここからここまでの間は7段です。まあ、こういう風にね、作ろうっていう人はあまりいないと思いますけど。もしこれが気に入った時のために。はい、こんな感じです。こことここをこうつなげていきます。ちょっと多分説明し忘れてたと思うんですけど、ここね、編み終わった後、この糸をね、ちょっと長めに取っておくと、後でここをね、かがるときに便利なので、長めに取っておくといいです。ただ、このように、ここから出てるので、で、じゃあ、ここの隣のこの細編みの隣のこのなんて言ったらいいの、引き抜きのところ、立ち上がりのところにまず針を入れていきます。上がりのところですね、入れたらもう一度ね、同じところにちょっと補強するために、最初なのでね、補強するためにもう一回入れます。まあ厳密にじゃなくていいです。もうあのつながればいいんでそういうわけにはいかないけど、あのお裁縫のね、得意な方は自分のやりたいようなもっと綺麗なね、多分つなげ方があると思うんですけど、おそらくね、そのやり方でお願いしますこれはね、ちょっとね、お裁縫の不得意な人がやってるんで、あんまり参考にならない、この縫い目はね。で、あとはこの鎖編みは鎖編み、細編みは細編みっていう風にこうかがっていきます。巻きかがりですね。最後ですね、最後どこにストレートを置こうか、これとこれですね、ここな、こんな感じかな。はい、はい、それでね、つながりました。と最後もう一回ね、同じところに入れて、はい。そしたらね、こうやってつながるんで、ふうよかった。ちゃんとつながりましたね。じゃあこれをね、内側にこうやって入れて、でこの中の方でね、糸始末をねしていこうと思います。ただね、こっち側も同じようにこう連結します。はい、持ち手の部分全部縫い終わりました。ね、完成しました。ちょっとね、ここアクシデントありましたけど、なかなかね、夏らしいエコバッグができたんじゃないかなと思います。このスパイクステッチはすごく簡単で、こう模様もね、すごく簡単に出るので、可愛く出るのですごく簡単なんですよね。つなぎ目の部分もあの一応編み図を起こそうかなと思ったんですけど、編み図を起こすほどでもないかなっていう感じでしたね。すごくね、簡単です。すごい可愛いステッチですね。こういうの考えた人、一番最初考えた人どこの人なんだろうあの、私がね、参考にしたのは海外の方の YouTube で、参考にしました。で、概要欄にそちらの方の貼っときますね。ちょっとね、どこの国の人なのかちょっとわからないんですけど、私よりね、すごくね、編み目が綺麗で、
やっぱり、ね、海外の人の独特の色使いがすごい綺麗です。見てみてください。ですね、それで来たんですけど、まあこれ、まあちょっとね、本当はね、ここに同じこのブルーグリーンで耳つけて、ちょっと長めの耳をつけて、でそこにボタンか、マジックテープでもつけて、こうやってね、こうやってちょっと丸める予定ではあったんですけど、糸が足りなくなっちゃったんで 思ったよりも糸使ったなって感じなんで、ですね、糸の残りはブルーグリーンは全部で3玉全部使い切りましたね。であと残り、このシナモンゴールドとこの、なんだっけ、これ、ディープグリーンはこのぐらいずつ残りました。でこれ後でね、何かちょっと作ろうかなとも思いますけど、まあね、あと、もうちょっとね、この色変えたした方がいいかもしれないですね。もしこのまんま編むなら、あとちょっとここがちょっと足りない感じですね。じゃあサイズをね、最後測ります。幅が大体、幅が大体ですね、17センチで、マチが9センチかな、9センチ。そして深さですね、深さが23センチ。で持ち手が11センチですね。はい、来月からこれを持って、コンビニをね作ったんで、コンビニ行く時にこれを持っていこうかなと思います。はい、では完成です。